どうも、激辛ジョニーです。今日もみんなの心火をつけちゃうぞ。やっていきましょう。はい、というわけで本日は私、東京は赤羽にやってまいりました。本日はね、スパイスたっぷりの激辛カレーを堪能したいと思います。本日のお店がこちらです。ドン、インド料理グレートカルカッタさんでございます。メニュー表がありますけども、 GK タリーセットメニューということでね、カレーといえどもね、いろいろな種類のカレーがあります。本日は、ね、このセットメニューでね、いろいろこのカレーの種類からちょっと激辛メニューを、チョイスしたいかなと思うんですけども、見てください、こちらにね、いろいろあります。チキン、キーマ、ベジタブル、バターチキン、日替わり、ダール、豆、マトン、サグトンと、こうで、カレーの種類でこんなにたくさんあったんだと。カレーの中にもですね、いろんなこの唐辛子マークがついてるんですけれども、このね、唐辛子マークがついてると結構辛いよと、いうことでございます。もうね、ちょっとお腹ペコペコなんでね、早速中に入っていきたいと思います。ナマステ。日本で取れてる、青唐辛子。青唐辛子、わー、これ辛いですね。これ辛いよ。これなかなかチリ。これタルマリ。タルマリ。こちら塩。塩。OK。本当は食べられるんですか？もちろんですよ。結構辛いですか？結構辛いです。はい、来ました。こちらがスーパーチキンカレー、スーパーホットでございます。見てください。これ非常に食欲をそそる匂い。青唐辛子もふんだんに使ってましたから、これはね、スーパーホット間違いなし。ナマステということで、インドカレーといえば何でございます？でかいな、おいと。いただきます。さあ、スパイシーチキンカレースーパーホット、お手並み拝見でしたということで、さあ、まずはね、こちらちょっとね、スープちょっと飲んでいきたいと思います。いただきます。あー、これスパイシー、スーパーホットだ。まだね、青唐辛子に当たってないんでね、あれなんですけども、こっちディップしていきましょう。いただきます。何に合いますね。もう辛い。さまざまなスパイス混じり合った奥深い味わいですね。いただきます。青唐辛子が口の中に入ると結構辛くなりますね。うー。店名グレートカルカッタって言いますけれども、カルカッタっていうのはインドの町の名前なんですけれども、このカルカッタ、実は今インドの首都はニューデリーなんですけれども、昔イギリスの植民地時代の時はこのカルカッタ首都だったんです。ちなみにこちらの店主さんもこのカルカッタ出身ということでね、本当にここに来れば本場インドのカレーが楽しめるということなんですけども、こちらね、追加で注文したシークカバブと言われる羊の肉をですね、これで肉棒にしたものでございます。うまそうだね、これ。いただきます。おいしいな、これ。スパイシーな肉棒ですね。うわ、ごちそうさまでした。それでは辛さレベルの発表していきましょう。グレートカルカッタさんのスパイシーチキンカレースーパーホット、辛さレベル、じゃんじゃんじゃん、辛さレベル 6.5 です。おめでとうございます。スパイスたっぷりですから、インド産の唐辛子をはじめ、クミン、コリアンダーなどなどのスパイス、さらにダメ押しの青唐辛子ということでね、非常にパンチの効いたかつうまい、そんなインドカレーでございます。スパイスはね、スーパーで買える漢方薬とも言われておりますけれども、まあ、インドの方もね、毎日毎日スパイスたっぷりのカレーを食べることだからあんなに元気なんだと思います。まあ、スープカレーや欧風カレーとかって、まあ、カレーの種類っていっぱいありますけれども、でもやっぱりスパイスたっぷりの本場のインドカレーを食べたいなって、この動画を見ることで
そう思っちゃってるあなたがそこにいるのであれば、見るだけで口の中が軽くなっちゃったんだよ。というわけで本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。動画設定の通知もぜひオンにしていただくと、僕が動画を更新したら通知がパンといきますので、ぜひオンにしてくださいな。ということでまたお会いしましょう。ナマステ。